こんにちは、コストコガイドの浜美です。私はコストコが大好きすぎて毎週通っています。今回はコストコのモンブランバーケーキをレビューします。モンブランっていうと小ぶりの可愛いカップタイプをイメージする方も多いと思うんですが、こちらはドカーンと横にも広がるハーモニー。コストコのモンブランの歴史を調べてみると、今から約10年ほど前の2009年にモンブランという東京ドーム型のでっかいモンブランケーキの販売歴がありました。月日は流れ、10年後の2019年、昨年ですね、今度は細長いバータイプのケーキで、ちょっと見た目もガラッと変わって、モンブランバーケーキという名前で新発売しました。こちらと同じ商品です。2019年11月7日のメルマガが初めての全国で販売という掲載だったと思います。ですが、その時は材料がなくなり次第終了とのスタッフさん情報があって、期間限定ではあるかなと私も思ってはいたのですが、まさかの11月の登場で2週間ほどで終売という、すごいスピーディーな販売期間だったんです。なのでついうっかり買いそびれてしまいました。そして年明け2020年1月12日のメルマガで再販売の開始を掲載しました。今回エグゼクティブ会員限定クーポンで300円オフになっていたので購入しました。もうウホウホです。ではいろいろと調査していきたいと思います。まずサイズ感なんですけれども、コストコのカードですね、会員証と比べてもすごい大きいことが分かりますよね。ではちょっとサイズをチェックしていきたいと思います。縦が 18cm×横が 39cm、 高さが 10.5cm の商品になります。というのも、こちらはパッケージのサイズなんですけれども、実はパッケージのサイズを知っておくことも結構大事かなと思います。冷蔵庫に入れなくてはいけない商品なので、冷蔵庫の空きスペースを確保しておくためにも確認が必要だと思います。特にね、高さとかもあるので、はい、スペースを確保しておきましょう。このパッケージのサイズ感はちょっと高さが違うような気もするんですけれども、2018年に販売されたクリスマスの、はい、クリスマスのケーキですね。ベリーグランドクリスマスケーキ、そのケーキと同じパッケージだと思います。以前販売歴にある抹茶&クランベリーロールだったり、ベリーベリーケーキと同じパッケージのサイズ感かなと思います。ちょっとでも高さが違うような気もしますね。ちょっと 1,2 センチ違うのかな、はい、ではケーキのサイズも見ていきたいと思います。ですね、このパッケージが硬くて、ここです。ここのところから開けると思うんですけど、結構なんかあのガードが硬いタイプですね。よいしょ。どうしよう、大丈夫かな。あんまりギュッてやってケーキが潰れてもいけないので、あれ、どうしよう、あんまりない、よいしょ、あ、開いた開いた。そうですね、開いてないんですけど、あんまりグッてやるとちょっと、そうですね、こういう風にあのケースにクリームとかついて入れちゃって、せっかく綺麗なケーキが崩れてしまうので、一箇所を開けてしまえばこっちのもんです。あ、でもこれだけしっかりパッと閉まっているので、お買い物して持ち帰るまでに蓋が開いちゃって大変っていうことはないです、はい、で、この蓋をした状態で揺れてあのケーキがブシャブシャになっちゃうってこともなく、比較的安定感のあるケーキだなと思って、持ち帰りの際はそんなにすごく気にしなくても大丈夫かなっていう印象です。結構このプラスチックも硬いのでね、はい、では見ていきます。開封、すごいスイーツのクリームのいい香り、甘い香りがしますね、はい、ではこちらの方もケーキを計測していきたいと思います。縦が 11cm×横が 30cm×高さが 6cm、 スポンジクリームのあたりまで 6cm なんですけれども、栗まで入れるとプラス 3cm ぐらいですかね。なので全体的に9とか 10cm ぐらい高さがあるんですかね、ケーキになります、はい、すごい大きいですよね。モンブランの常識を覆す大きさな気もします。
サイズ感っていうと、先ほど言った2018年のベリーグランドクリスマスケーキと同じような感じのサイズ感になるかなと思います。重さを測っていきたいと思います。我が家には1キロ測れる測りがあるんですけれども、そちらの方ではもうエラー E マークが出ちゃって、まあ、重たいですよとか1キロ超えは確実だと思います。と後でこれパッケージ差し引くので、容器も含めて 1.2 キロあるケーキです。1.2 キロ超えのケーキってすごいですよね。もう最高のシチュエーションですよね。栗のサイズ感も見ていきたいところですね。こちらの茶色いタイプの栗が 10g でして 2.5×3× 厚み 2cm ですね。でこちらの黄色いタイプの栗が8g ありまして 2.5cm×3cm× 厚み 1.5。 個々によってちょっと変わってくると思うんですけれども、結構大きい食べ応えのある感じのサイズ感ですね。はい、ではケーキの方を紹介していきます。上に今回トッピングされている栗は2種類ですね。はい、ちょっと見て分かるように、ご覧になると分かるように、こちらの茶色い栗、こちらの茶色い栗が渋皮付きの栗で、合計2、4、6と6個入っています。6個トッピングされています。でこちらの黄色、下の黄色いタイプの栗が甘露煮の栗で、こちらも6個ですね。なので2種類合わせて合計12個の栗がトッピングされています。いいですね。で側面のところに黄色くトッピングされている、ふわーっという感じの黄色いつぶつぶのものは、こちらスポンジを細かく砕いたものになりますね。表面きれいに走行するこの茶色のクリーム、こちらのクリームは渋皮マロンペーストになります。そしてふわっと可愛く彩る白いクリームはホイップクリームです。では早速カットもして断面図の方も見ていきましょう。こちらのバーケーキなんですけれども、私のこのパッと見た感じの一番いいかなって思うのは、栗が12個乗っているので、その栗が1人1個いくような感じだと12カットできるんじゃないかなというふうに思っています。なんですけれども、こういったバーケーキ、コストコのバーケーキをカットする場合、横にこういう感じで10等分していくと、1つのサイズがちょっとペラペラになってしまって倒れてしまう感じがするんですね。なので今回行くなら、私だったら真ん中を切って、まず6等分、それで真ん中でいくと12になるので、そして栗を分散するといいかなと思います。でもやっぱりがっつり食べたいわ私はっていう場合は、満腹覚悟で6等分して渋皮の栗と甘露煮の栗を1個ずつ乗せるといいのかなっていう印象があります。カットしてみましょう。なんとかいったんじゃないでしょうか。はいですね、ちょっとしたコツなんですけれども、切るときにこうやって一回切ると、もう包丁の方が哀れもない姿になってしまうので、この包丁の方は一回カットしたときにティッシュだったりペーパータオルなどで拭き取ってからいくと、より綺麗に次の面がカットできます。というのも、ここにケーキがこうやって差し掛かったときに、このクリームが表面についてしまって、ちょっとボロボロってなってしまうので、家族でフレンドリーにちょっとワイワイと食べるときは全然いいんですけれども、誰かお客さんに出したいなとか、ちょっと今日はおしゃれに決めたいなっていうときは、一カット一カットした後に包丁で切ってもらうといいかなと思います。はい、断面図はこんな感じになっております。そうですね、すごいですね、いいですね。表面に茶色い渋皮のマロンペーストですね、こちらが塗られていたのですが、実はその下にホイップクリームもあります。わかりますかね、この下の下のところ、茶色でホイップ白い、とても細やかな作業ですね。一般的なモンブランケーキというと、この上のところがもうクシャ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 っていう感じの黄色いクリームだったり、ちょっと茶色っぽいクリームが山のような感じで積み上げられているのをイメージすると思うんですが、こちらはもう公平さを保つかのような、すごいフラットなタイプのですね、茶色い渋皮マロンペーストです。でもまるでちょっと見た目一見避ける組のような
この波打つ模様のこの細いチューブですね。モンブランっぽい雰囲気の伝統も残している印象です。でもよく見るとこの絞り口が見えるかな、よいしょ、ここで見えるかな。あ、やっちゃった、どうしよう。あ、すいません、せっかく、あ、どうしよう、ちょっと。ただいまメンテナンス中です。ちょっとごめんなさい、自分の不注意によってちょっと申し訳ない感じになってしまったんですけれども、ちょっと続けていきます。こういう感じで可愛いですかね、本物は可愛いですから。こちらですね、ちょっと断面図の説明を続けています。そう、波打つ感じで、あ、そうですね、ちょっと差し込めばよかったんだね、無理にしなくても。写真をフラットなクリームをペロンと乗せるっていうよりも、チューブの絞り口のある細長い絞り、細長くクリームが出るような絞り口のものを丁寧に丁寧にこうやって何層にも重ねた、何層っていうんじゃないですけど、1回層にしてからまたもう1回っていう風に 2回重ねた感じのクリームになっています。そしてですね、こちらのですね、上のクリームの方は重ねてあるんですけれども、サンドしてあるクリーム、これですね、ちょっともう写真を差し込みますね。ちょっと無理に行こうと思うとちょっとケーキに負担がかかってしまうの で、真ん中の方には白いクリームが挟まれているのですが、なんとその下にも栗のカスタードクリームが塗られているんです。ちょっと茶色っぽいもの、そして真ん中のところにホイップクリームで、下に茶色い栗のカスタードクリームが塗られていて、2層のクリームをサンドしています。さらにさらにですね、甘露煮のカットされた、細かくサッとされた甘露煮の栗もサンドされています。うん、いい香りですね。うん、では早速食べていきたいと思います。そうですね、ちょっと申し訳ない感じになっちゃった。でもね、見た目ちょっと変わっても中身で勝負すればいいと思うので、甘露煮の方を、食べ比べたいのでこっそりチェンジします。ただいまメンテナンス中です。そうですね、慌てちゃうと人生よっぽど良いことはないので、落ち着いていった方がいいですね、いろいろね。はい、ではいきます。はい、ではお味の方をちょっと自分なりに整理してまとめてみたのでお伝えします。こちらのケーキでモンブラン感を一番強く出しているのが渋皮マロンペーストの上の茶色い部分ですね。ですが他のクリームやスポンジ部分の割合も多いので、食べる場所によっては特に下層では一瞬マロンケーキではないようなっていうような錯覚、マロンを忘れる瞬間があるところもあるんです。ですが上の渋皮マロンペーストを食べると、あ、やっぱりクリクリって感じで全面的に出てきますですね。側面のホイップクリームは濃厚というよりは一見ふわっと軽めの口当たりですね。植物系のふわっという感じですかね。ですが単体でいくと裏でじわじわと胃にくる感じもなきにしもっていう感じです。私が寝起き早朝に食べているっていうこともあるかもしれませんね。それが原因かもしれません。途中で細かい栗の粒が出てくるのも食感としていいですね。全体的にケーキとっても美味しくって、この白いクリームの部分がすごい動物が好きかっていう、植物が好きかっていうのによってちょっと分かれる気もしますが、私は全体的にとっても美味しくいただきました。ホイップが後で重くなるかどうかなっていう感じですかね。栗の方は、甘露煮の方はいわゆる甘露煮という感じで甘さもありつつ食感が良いですね。渋皮のある栗の方は程よい渋皮の風味が出てて、これまた違った栗の良さが出てます。なかなか渋皮のついた栗と甘露煮の栗が2つ一緒に入ってるモンブランケーキってないですよね。なのでとっても面白いと思います。でこの単体の栗は2つとも程よい水分感で、すごいべちゃべちゃっていうこともなくて、パサつきもなくといういい頃合いですね。なのでこれはとっても美味しいです。ここ数年でコストコでモンブランっていうとなかなかなかったと思うので、モンブラン好きの方にはちょっと衝撃が走ったケーキではないでしょうか。はい、やっぱり上の渋皮マロンペーストのところに当たるとモンブランを感じるんですけれども、全体にスポンジとかクリームとかっていう割合が渋皮マロンペーストよりも多く取っているので、一瞬マロンを忘れたりすることもできてとても面白いですね。結構食べれちゃうかなと思いきや、
このホイップクリームがすごい甘いとかではないけど、軽い口当たりなんだけど、ちょっとじわじわと胃に積み上げていく感じがあるので、12個分ぐらいで食べると、あ、美味しいな、もっと食べたいなっていうぐらいで終わるのかもしれません。また昼間に子供たちと一緒にワイワイ食べたいと思います。以上、コストコのモンブランバーケーキのご紹介でした。美味しかったです。私はコストコが大好きすぎて、コストコのお得情報や裏技などをちょっとマニア的にブログで発信しています。ツイッターやインスタグラムでもコストコのお得情報を発信しています。URL を概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。YouTube のチャンネル登録やグッドボタンを押していただけたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。